芝柿。はい、芝柿。藍柿に多いんですか。はい。まあまあ、あの題材としては伊万里よく使ってますよ。はいはいはい。あのこんなあのこれは並べて柿のようにしてるけど、はい、ただ束ねてあの皿の中にこう5、6本束ねたやつに鎌とか、はいはいはい、桑みたいなの一緒に、はい、あの書いてたりね、うん、染め付けのものもあるし色絵のものもあるし、はい、これはあの典型的なこの垣根はあの多いよ。ああそうですね。この名は見たことがないです。あ、そうですね。こういうのがね、はい、洋服金ですか。余るっていう字に見えるんだけど、はい、まあお金の金、金って言ったから金ですか、うん、コレクターさんとか研究者はみんな金名、金名って言うんですよ。まあ、柿右衛門さんとこの、はい、釜の、あの、名の一つです。この線描でも全然はみ出てないでしょ。はい、はい、はい。丁寧ですね。ものすごく丁寧です。で、こういう線のも正確。これは松葉ですか。松葉です。あ、松葉。これも松の、あの、ほら。実っていうか松ぼっくり、松ぼっくりですか、うん、それをちょっと意匠化したものだと思いますけどね。はい、許さないでしょこっちの線。まだこれなんかちょっとゆるっとしてこう柔らかさがあるよね。ああそうですか。うん、うん、あこれもいやいいんですよすごく、はいはい、いいんだけどここら辺もほらなんかこうこれも全然はみ出てもないしすごく綺麗だけど、はい、全然違うです。違わない、これもでもいい手なんですよ。高台普通のやつよりちょっと高めにしてあるし、はい、ちょっとこう拡張高くするために高台も高くしてるんだと思いますけど、そうですか。で禅の中にちょっとあの普通だとこう小鉢とかになってるのが多いんですけど、これをお皿としてあるために、はい、高台をちょっと高くしてちょっと、ね、高低差があるようにちゃんとして、はいはい、考えて作ってるんだと思います、はい、あんまり見かけない。見かけないです ね、形ですよね。だいたいもうお皿だったらこんな感じで低いのが多いでしょ。まあ、生酢皿とかが多いですけど、はい、ちょっとこの縁もね、はい、なんかこういう、うん、だから生酢小鉢っていうのが多いんだけど、はい、お皿にしてあってなおかつちょっと高さをね、出すようにしてるとか、はい、食器としては非常によく考えられて、うん、これ渦服のタイプですね、はいはいはい、これもすごく綺麗なんですよ、うん、繊細さはこっちの金目っていう方が繊細なんです、うん、特徴としては金目、あ、はい、この目の、はいはい、目のタイプは全部繊細な感じ、はいはいはい、逆にあのちょっと硬すぎるような感じ絵が。ああ絵が硬い、うん、こっちはちょっとまだ動きがある。同じ時代なんですけど、はいうん、そうなんです。で白の色があの、まあ、白地の、ね、地土っていうか土がすごくいい土使ってます、はい、で